DNSSEC について詳しく説明していきます。まず DNSSEC というところはデジタル署名を用いて DNS 応答の正当性を検証するものになります。DNSSEC の説明をする前に名前解決の方法について説明しておきます。例えば、こちらのクライアント端末から突破口 .com のホームページを見たい場合にどのように 突破パコ .com のドメインに対する IP アドレスを取得するかというところの流れを見ていきますまずクライアント端末からキャッシュ DNS サーバーに向けて突破口 .com の IP アドレスをくださいというふうに問い合わせをしますそしてキャッシュ DNS サーバーにその 突破口 .com の IP アドレスがすでにあればこちらに返すような感じなんですけど初めて問い合わせる場合はこちらのまずルート d n s サーバーに問い合わせますルート d n s サーバーは .com のドメインを管理している DNS サーバーの IP アドレスを返すような感じになりますここで返ってきた IP アドレスで ドットコムの DNS サーバーに突破口 .com の IP アドレスを管理しているサーバーはどこですかというふうに問い合わせてこの IP アドレスですよというふうに返しますそして実際に突破口トコムの IP アドレスを管理している DNS サーバーに問い合わせて突破口トコムの IP アドレスが返ってくるような感じになります ここのルート d n s サーバーとか .com の dns サーバー、突破口 .com の dns サーバー群をコンテンツ DNS サーバーまたは牽引 DNS サーバーと言います。そしてこのキャッシュ DNS サーバーからコンテンツ DNS サーバーに問い合わせる方法を反復問い合わせと言います。そして突破口 .com の IP アドレスを手に入れたキャッシュ DNS サーバーは 問い合わせ元にに返すすようなな感じになりますこの部分のやり取りを再起問い合わせと言いますでは DNSSEC について説明していきますまず DNSSEC というところはこのコンテンツ DNS サーバー KENDNS サーバーが DNS の応答にデジタル署名を付与することになります突破口 .com の DNS サーバーが この応答を返すときにデジタル署名も付与してキャッシュ DNS サーバーに返してキャッシュ DNS サーバーが署名を検証するような感じになります。では、この DNSSEC で何が保証されるのかというところは通常のデジタル署名と同じになります。DNS の応答を行った DNS サーバーが申請であること、信頼できるサーバーであることというところと DNS の応答レコードが 改ざんされていないいなこことというとうろが証明できますではさらに詳しく DNSSEC の流れを説明していきますまずこの突破口 .com の DNS サーバーが持っている公開鍵というところが信頼できるかというところを誰が証明するかといったら普通は公開鍵証明書を使うんですけどこの DNSSEC というところは上位の DNS サーバー この場合で言うと、ドットコムの DNS サーバーの署名によって管理するような感じになります。d n s セックで重要な用語がいくつかありますので説明していきます。まず、ZSK というところは、DNS の応答に署名するための公開鍵と秘密鍵の鍵ペアのことになります。 つまりこちらの突破口 .com の DNS サーバーにある公開鍵と秘密鍵のペアのことを ZSK と言います DS というところは署名を検証するための ZSK の公開鍵の発出のことになります。 先ほど説明したこちらの突破口 .com の DNS サーバーが持っているこの公開鍵に対するハッシュ値を DS と言いますそして KSK ですね DAIGO を思い出しますけど結婚してくださいというわけではなくて ZSK の公開鍵に署名するための上位 DNS の公開鍵のペアになります つまり、この場合で言うと、ドットコムの DNS サーバーが持っている公開鍵と秘密鍵の鍵ペアのことになります。では、DNSSEC についてさらに詳しい流れを説明しておきます。まず、この突破口ドットコムの DNS サーバーの DS、先ほど言った ZSK 公開鍵のハッシュ値を この .com の DNS サーバーに登録します。これが事前準備になります。そして次にキャッシュ DNS サーバーは大きく2つのものを入手します。まずはこの KSK の公開鍵ですね。KSK の公開鍵を入手します。さらに KSK はこの DS を持ってるので ドットコムの DNS サーバーは自分の秘密鍵でこの DS に対してデジタル署名を発行しますそして発行したデジタル署名をこのキャッシュ DNS サーバーに渡してあげるような感じになります事前準備とした KSK の公開鍵そして突破口ドットコムの DS に対する署名を入手します この DS に対する署名というところは、突破口 .com の ZSK の公開鍵の DS ですね。このことですね。これを .com の KSK の秘密鍵で署名したものになります。あとは先ほど説明した流れになります。IP アドレスをくださいというふうに、ルート DNS サーバーから順に問い合わせていって、 ドットコムの DNS サーーバに問い合わせて最終的に突破口トコムの DNS サーバーに問い合わせて最終的に突破口のその返却値として次の値を返しますまずは DNS レコードですね突破口トコムに対する i p アドレス A レコードなどが通常通り返却されますさらに r r シグレコードというものがあります r r シグレコードというところは DNS 応答を ZSK の秘密鍵で署名したものになります。ここの DNS の応答というところを、ここの秘密鍵で署名したものというところが r r シグレコードになります。そしてもう一つに DNS キーレコードというものを返します。これは ZSK の公開鍵のことになります。 これは ZSK の公開鍵が設定されています。そしてこの情報を入手したキャッシュ DNS サーバーがこの突破口 .com の DNS サーバーが信頼できるかどうか改ざんされていないかというところを検証します。その検証のためにあらかじめ入手しておいたこの KSK の公開鍵で DS の署名を検証します。 ZSK のの公開鍵のハッシュ値とすするようなな感じになりますこの DS というところは ZSK の公開鍵のハッシュ値に対してこのドットコムの DNS サーバーの KSK の秘密鍵で署名をしたものになりますのでお二つを突合することでこの突破口ドットコムの DNS サーバーが信用できる。 ドットコムの DNS サーバーが認めてるというところが証明できます。そして、r r シグレコードですね、DNS 応答を ZSK の秘密鍵で署名したものを ZSK の公開鍵で複合して、それを DNS の返却値のハッシュ値と比較して改ざんされていないというところを検証します。この方法で、 この突破口ドットコムの DNS サーバーが信用できることそして返却地が改ざんされていないことというところが証明できます情報処理安全確保支援士平成27年春午前に問い14で DNS セックについて問われてますのでこれを確認していきましょう DNS セックで実現できることはどれか というところで今説明した DNS キャッシュサーバーから応答中のリソースレコードが権威 DNS サーバーで管理されているものであり改ざんされていないことの検証というところで申請性と改ざんされていないことの確認になります午前レベルではこの程度ですけどもしかしたら午後でこの詳しい内容が出る可能性があるのでこちら頭に入れてると得点源になると思ってください以上になります